はい、まあ、週末の、ね、2連敗からあの間が少なかったんですけど、まあ、選手たちはよりエナジー出してプレーしてくれましたし、まあ、あの遂行力も、ね、高い時間が多かったんで、まあ、いいゲームだったなと思いますけど、まだまだここからね、強豪との戦い続きますし、まあ、コンディションもしっかり見ながら、準備してうちらしいゲームが続けられるようにやってきたなと思います。はい、琉球戦の2連敗があって、まあ、当然そこはこう精神的なこうショックも大きい中で、どういうことっていうのをこの試合に向けては一番強調してきたか教えてください。まあ、気持ちの部分でね、こう落ちていかないというか、もうそこもアグレッシブに逆に、やるっていうところと、まあ、あの2試合はもう、自分たちのディフェンスだったりリバウンドだったりっていうのはできてたわけなので、まあ、最後勝ちきれなかったっていう反省は残りましたけど、そういうところを、ね、出た選手たちがしっかりこうアグレッシブにやってくれた結果じゃないかなと思います。まあ、インサイドのところで特に優位性があって、そこから得点を重ねている印象があったんですが、そのあたりの狙い目っていうところはどういうふうに考えていたんでしょうか。まあで、うち の, その今シーズンの強みがそこなので、まあ、どうやってそこをついていくかっていうのを、まあ、少しオフェンスの方で準備しましたけど、まあ、ディフェンス頑張ってリバウンドからトランジションで早めにポストに入れてとかっていうのが出だしから出たんで、良かったと思いますし、ジョシュもアイザックも、まあ、あとチェイスもね、インサイドでかかりこうしっかりアタックしてくれて、まあ、この間 の, その琉球戦の反省みたいなところを一人一人が生かしてくれたのが良かったんじゃないかなと思いますけど、まあ、グリーン選手以外はというか、グリーン選手以外の3点シュートですかね、そこに特にケアしていた印象もあったんですが、そのあたりはいかがでしょうか。一応そこもケアしてたんですけど、出だしからやられたっていうところですね。まあ、でもビッグビッグの部分とかもいろいろあって、まあまあ守り方難しかったんですけど、まあ、出だし前半かな、結構1クォーターか前半かなりの本数グリーン選手やられて、その後はまあしっかりね集中してそこまで増やさずにいけたと思うんで、まあ良かったと思いますし、まあ、他の選手もね、まあ、タフショットは決められた部分はあったんですけど、まあ、自分たちのミスからみたいなスリーポイントは少なかったんで、まあ良かったかなと思います。はい、まあ、その次も期待していますという次の試合がまた間隔を空けずに行われるんですが、三河戦はいかがでしょうか。今感じる思うことをお願いしたいんですが。まだねそんなに見れてないんであれですけど、まあ、強いチームなのは間違いないですし、まあ、いろいろそのポジションポジションにいい選手いるんで、まあ、これからどうやってそこのディフェンスやるかっていうのをまずしていって、まあ、オフェンスはね今日みたいな流れになればある程度点数伸びるし、流れにならなかった時にどういうオフェンスを展開していくかっていうのは、まあ、今は今シーズンの課題だと思うんで、まあ、そこも見ながらやっていきたいなと思いますけど。以上で安西ヘッドコーチの会見を終了させていただきます。はい、ありがとうございました。